警察学校の教室の机に並べられたのは、アイシャドウやリップにファンデーション。来年1月に卒業予定の女性の初任科生17人が参加した特別授業。テーマは身だしなみです。私はシャンソン化粧品マーケティング部で、商品企画それからプロモーションの方を統括しております、石上と申します。講師を務めたのは静岡市に本社を置くシャンソン化粧品の社員。多くの人と接する女性警察官が県民に親しまれるメイク術を学ぶことで女性活躍の促進を図るのが狙いです。講師が伝授した親しみやすいメイク術のポイントは眉。社員によるデモンストレーションが始まると、すごいですね皆さんかぶりついて全部吸収して帰っていただきたいなと思いますのでね、しっかり目に焼き付けてください。普段は剣道や柔道などの武道をはじめ走行訓練など厳しい授業を受けている生徒たち。慣れない授業に興奮と恥ずかしさが入り混じった様子です。あ、綺麗、すごい時に強く時に優しく寄り添う女性警察官になるため貴重な経験になったようです。警察官という仕事は、お年寄りから子どもまで、また、善良な市民から、犯罪者の方までいろいろな幅広い層の方と接する機会があるので、その場面においてどのようなこうメイクをするべきなのか、使い分けができるというのもこのメイクをできるという一つの武器になると思うので、そういったことを今後生かしていきたいです。